皆さんどうもこんにちは。本ようやくチャンネルのたけみです。突然ですが、皆さんは今の生活に満足していらっしゃるでしょうか稼ぎがないわけでもないのに、お金の不安に取りつかれ、やりたくもない仕事のために、人生の貴重な時間が削り取られていないでしょうか本日は、そんな皆さんのために、とっておきの一冊を持ってまいりました。今回ご紹介するのは、何よれ先生の31歳、夫婦2人、月13万円で、 自分らしく暮らす僕たちが見つけた質素で最強の生き方という本になります著者のナニオレさんのことをツイッターや YouTube でご存知の方も多いでしょうご存知のない方のためにご紹介するとナニオレさんは質素でミニマルなライフスタイルを提唱していることで有名な大人気ブロガーの方ですこれまでに刊行されている著書は10冊以上に上りキンドル e 本のミニマリスト式シリーズの名を聞いたことがある方も多いと思います ナニオレさんは本当の意味で豊かに暮らすために必要なものは 収入を増やすことでも資産を形成してファイヤーをすることでもないと言います。嫌な仕事を辞め、少ない収入でもできる限り質素に暮らすことこそが人生最強の生活スキルなんです。そんな人生最強のスキルを身につけるためにぜひ本書で一緒にお勉強していこうではありませんか。それでは早速参りましょう。本日のお品書きは次の通りです。一言で最低限の生活コストを見えるかせよ、本当の意味で豊かに にに暮らすための第一歩について2件で、不便だからこそ楽しいんです。心から豊かに暮らすための必須スキル5選について、3件で、やりたくない仕事を辞めて理想の暮らしを実現するための3つの方法について解説していきたいと思います。本書は これまで n d ドルで何冊もの本を刊行されてきた著者による初めての紙で印刷された本になります。本書紙媒体の本で出版した理由について著者の何折さんはご自身のブログで本を読むという体験そのものにも価値を置きゆっくりと落ち着いて読んでほしいためであるとおっしゃっています。本書はそのような理由から本来であれば実際に手に取って紙で読むべきものなんですが本日は何折さんご自身から特別 にご許可をいただき動画として解説させていただけることとなりました著者のご意向を最大限皆さんにお伝えできるようしっかりと要約していきますのでぜひ最後まで見ていってくださいそれでは早速一元の最低限の生活コストを見える化せよ本当の意味で豊かに暮らすための第一歩から解説をスタートしていきますさて本書の内容をたった一言で要約するとすれば少ないお金で楽しく暮らす方法という いうことができます。確かにお金はあればあるだけ良いでしょう。しかし。 お金は人生を豊かにはするものの、お金を使うには、それだけお金を稼がねばならず、嫌な仕事もしなければならないという苦しみが、どうしても付きまとってしまいます。お金を稼いで、豊かに暮らすというのは、自分自身を縛り付ける、人生の見えない鎖となっているんです。この動画をご覧の多くの方は、現在の生活にどこか、ぼんやりとした生きづらさを感じているのではないでしょうか。 今現在の暮らしが最高の人生だと胸を張って言える方はそんなに多くないと私は推測しております。著者の何俺さんはお金のためにやりたくないことにしがみつかざるを得ない状況こそが私たちの生きづらさの正体であるとおっしゃっています。このような生きづらさを解消するために今よりたくさん働くというのは本末転倒のやり方であります。やりたくない仕事に自分自身を縛りつける見えない鎖から 自分自身を解放するためには収入を増やそうとあがくのではなく生活にかかるお金を少なくするしかないんです。生活コストを減らして質素に暮らすことは私たちが自分らしく生きるための土台になると著者は言うんです。なぜなら生活にお金がかからなければそれだけ仕事の内容や働き方の選択肢が広がるからであります。とはいえ節約に節約を重ねてやりたいことを全部我慢 して生きるというのは苦しくとても楽しい人生とは言えませんよねやたらめったら節約をするのではなく質素かつ楽しく暮らせるように努力して初めて私たちは本当の意味で人生を豊かにすることがでできるんですこのように本当の意味で豊かに暮らすために大切な要素は3つあると著者は言いますそれは 1, 1生活自給スキルを磨くことにお金を貯めること3やりたくない仕事以外で生きていけるようになることこの3つです。生活自給スキルとは 暮らしにに必要ななもののを自分の手で作れるるようになることですこのスキルを磨くことで想像しているよりもずっと少ないお金でも私たちは楽しく豊かに暮らせるようになります。また生活自給スキルを磨くことで生活にお金がかからなくなると当然のことながら自然とお金が貯まり始めます。お金が貯まれば稼ぎのためにやりたくない仕事に自分自身を縛り付ける必要がなくなりますので仕事の選択肢がぐ ぐっと広がりますこのように3つの要素を磨くことができれば誰もが自分の理想とする生き方を実現できるようになるんです。とはいえ 多くの方は今の収入が減ってししままうことに大きな不安を覚えるかもしれません今よりも少ないお金で生活できると分かってもなかなか仕事を減らすことができないというのが人間の差がです。そこで一言ではまずこのようなお金の不安を払拭することから始めてみましょう。仕事が嫌なのになかなかやめられない。その背景には必ずお金の不安があるはずです。お金の不安があるからこそやりたくない仕事 をを無理して続けざるを得ないんです逆にこのようなお金の不安を払拭することによってやりたくない仕事を辞めて自分らしく生きることができるようになるはずなんですお金の不安をなくすにはお金の不安の正体を知ることから始めなければいけませんでは お金ののの不安の正体とは何なのか著者はそれを普通の生活すらできなくなるという漠然とした恐怖と表現しておりますここで最大のポイントは漠然としたという点です 仮に来月仕事を失ったとして具体的にどのような事態が待っているのかをリアルに想像できる人は多くありませんなんとなく漠然と普通の生活すらできなくなるのではないかと思っているはずですつまり不安とはなんとなくのものであり漠然とした空想の一種に過ぎないということなんです 逆に圧倒的なリアリティを持ってお金がなくても平気であることを証明できれば漠然とした不安などは跡形もなく消え去ってしまうでしょうそのためにまずやるべきことが最低限の生活コストを見える化することでありますここでいう最低限の生活とは何もアフリカの貧困層の子供のように餓死寸前の状態を意味するのではありません著者が言う最低限の暮らしとは最低限清潔感のある家に 最低限電気 ガス水道が使え最低限の通信環境が整い最低限健康に暮らすための食事と日用品があり最低払わなければいけない税金や社会保険料を納められるこれらの支出を合算した金額こそが最低で生きるために必要なコストとなりますここで仮にこのような最低限の生活に必要なコストを生命維持コストと呼んでみましょうこの生命維持コストを賄えるだけのお金が 稼げれば私たちは最低限普通に生きていくことができますつまりこの金額を自分の中で腹落ちさせることこそがお金の不安から解放されるための第一歩なんです皆さんは この金額を1円単位でパッと即答できるでしょうかおそらくできないでしょう。あなたのお金の不安が消えないのは自分自身の生命維持コストが全く把握できていないということが大きな原因なんです。生命維持コストが把握できていないというのは真っ暗闇で足元が見えない中で綱渡りをしているようなものなんです。暗闇の中では綱がどれぐらいの太さなのかわかりませんよね。もしかしたらその綱は意外と太く 明るいところで見れば全然恐れるに足らないものかもしれませんですが多くの人はその綱の太さが分からず崖から落ちる恐怖にいつも怯えてしまっている状態ですそのためお金はいくらでも必要なのでずっと私たちは懸命に働かなくてはいけないと感じ自らを嫌な仕事などに縛りつけてしまうということなんです 大雑把に言うとですよ。生命維持コストは、独身であれば、月5万円程度、夫婦二人ならば、月10万円で十分であると著者は言います。実際著者自身、独身時代は、月5万円で、普通に生きていくことができたと言います。月5万円というのは、ちょっとびっくりするぐらい少ない金額かもしれません。これならば、単発のバイトを、週に一回やるだけでも、生きていけるという計算になります。とはいえ、 いきなり来月から月5万円で暮らしなさいと言われてもそうできない人がほとんどでしょう。なぜならたとえ月5万円で暮らすことが現実に可能だったとしても一度上がってしまった生活コストを下げるというのは並大抵のことではないからで人間なかなかそれは実行できないからであります。そのためにまず第一に重要なのは私たち自身がいくらで暮らせるかという基準を日々の暮らしの中で少し sitze 引き下げていくことになります。例えば、家賃8万円の部屋を借りている人ならば、とりあえずまずは、家賃6万円の部屋に引っ越してみましょう。そして、その暮らしの中で、持ち物を減らすなどして、その翌年には、家賃4万円の部屋に引っ越してみましょう。また、食費につき5万円かかっている人は、料理の勉強をして、自炊する費を増やし、食費を月3万円で済むように努力してみましょう。こうやって 少しコツゆっくりとでいいですから、生活コストを下げることによって、次第に暮らしにかかるお金が減っていくんです。それと同時に自分は最低でいくらあれば生きていけるのかという生命維持コストも自分の中で腹落ちできるようになるんです。自分自身の生命コストが分かれば、もはややりたくない。仕事にしがみつく必要はなくなります。やりたくない仕事を辞めることができれば、その苦痛を和らげるために必要だった。お酒や爆。 といった無駄ななな浪費がなくなりますそして浪費がなくなることでさらに生命維持コストが減るという好循環に入ることができるんですやりたくない仕事に費やす時間を減らすことができればその代わりにやりたいことで生きていくことができるようになります肝心なやりたいことを仕事にする方法については3件で徹底的にまとめて解説していくのでぜひ楽しみにしておいてくださいそれではこの辺で1元の内容をまとめておき ポイント1質素かつ本当の意味で豊かに暮らすための要素として生活自給スキルを磨くこと。 お金を貯めることやりたくない仕事以外で生きていけるようになることの3つが挙げられるポイント2多くの人はお金の不安からやりたくもない仕事にしがみつきそのストレスから出費が増えさらにお金の不安が募るという悪循環に陥っているこの悪循環を断ち切るためにはまず第一にお金の不安から解放される必要があるポイント3 自分が生きていくために最低限必要な生命維持コストを正確に把握することができればお金の不安はなくなりやりたくない仕事をやめて本当の意味で豊かに暮らしていくことができるそれでは次2言で不便だからこそ楽しいんです心から豊かに暮らすための必須のスキル5選について解説していきたいと思いますさて1言では 自分自身の生命維持コストを把握するために、ちょっとずつでいいので生活水準を下げていく工夫が大切であるんだよとお伝えしたわけであります。まず、家賃の低いところに引っ越したり、自炊をしてみるなどの小さな努力が大切なのでした。ではこの2限では最低限のコストでも豊かに生きていくために必要な暮らしに必須の生活自給スキルを5つほど皆さんに伝授したいと思います。著者は 人によっては独身であれば月5万円で生活していくことも可能であり著者自身は現在夫婦2人で月13万円で暮らしていると言います2人で月13万円の暮らしと聞くと一体どんな粗末な暮らしをしているのかと思ってしまうような金額でしょうですが著者は夫婦2人で月13万円でも非常に豊かな生活だとおっしゃいますそして今後も生活コストを上げるつもりはなく今の 暮らしででで十分快適であるというんです著者はこのように少ないお金で暮らすことを質素な暮らしと呼んでいます。貧乏で粗末な暮らしではなく飾り気がないシンプルな生活のことです。 このような質素な暮らしは決して難しいことではありません誰でもちょっとしたコツを身につけるだけでありふれた日常の中に豊かさを感じることができるんです本書で著者が紹介している質素な生活の中で豊かさを生み出すコツは次の5つであります1古いものを大切にして不便さの中に楽しみを見いだす 2、普通の水準を下げてささやかなプチ贅沢を楽しむ3、10万円が1000万円に食卓に投資することのすごすぎるメリット。 4. 手作りプレゼントで人も自分もハッピーに 5. 家の近所でプチ旅行日常の中に非日常を見いだすコツこの5つでありますどれもね本当に素晴らしい方法ばかりで私自身も本書を読んで実際に日々の暮らしに取り入れたものがありますではそれぞれ具体的に1つずつわかりやすく解説していきましょうまずは1つ目の豊かな暮らしに必須の生活自給スキル古いものを大切にして不便 検査の中に楽しみを見出すから解説していきたいと思いますさて結婚して奥さんと一緒に暮らし始めた時著者は新しい家具や家電をほとんど買い足さなかったと言います2人がそれぞれ以前から使っていたものを持ち寄って結婚から数年経った今でも使い続けているのだそうです2人が持ち寄ったものもそれぞれが一人暮らしを始めた頃から使っているものですから家電製品には最新の機能も搭載されてお インテリアや家具にはそれなりの痛みもあるといいます。 ですが著者は古いものだからこそ長く使えるように日頃から大切に扱っているのだそうです汚れが目立てば掃除をすることで愛着も湧いてくるんです同じものをずっと使い続けることは時に窮屈さを生み出しますそれでも著者は長年愛用してきたものの方に自分たち自身を合わせていけばいいんだとおっしゃいます自分の変化にものを合わせるのではなくものの方に自分たちを合わせるんです例えば 洗濯機の容量が小さいのならば少量ずつ洗濯して干せばいいんです冷蔵庫が小さいのならば食材のまま保存せずに調理しておかずの状態で保存すればいいんです新しくて便利なものだけが必ずしも暮らしを豊かにしてくれるとは限りませんレンジにオーブン機能がなくて不便であればその不便さをレンジで作れるレシピを調べてそれを習得するという楽しみに変えてしまいましょうこのように不便の 中にも楽しみを見つけることこそがあなたの生活を本当の意味で豊かにしてくれるんです。それでは次2つ目の 豊かな暮らしに必須の生活自給スキル、普通の水準を下げて、ささやかなプチ贅沢を楽しむについて解説していきたいと思います。とはいえ、著者は、質素に暮らすからといって、全く贅沢をしてはいけないというわけではないと言います。そもそも贅沢とは何でしょうか結論から先に言えば、その定義は人によってまちまちです。なぜならば、贅沢を感じる水準が人によって異なるからであります。贅沢とは、 普通以上のことをすることです。つまり、贅沢はその人の普通という基準によって違ってくるんです。例えば、普段から高級レストランで食事をしている人にとっては、チェーン店で食べる食事は、質素なものに感じられるかもしれません。ですが、普段外食チェーンに全く行かない人にとっては、びっくりドンキのハンバーグも最高に美味しい、自分へのご褒美となりますよね。そうであれば、 贅沢というもののこの性質をうまく利用して自分自身の普通という基準を下げておくことでちょっとしたことが心躍る贅沢に感じられるようになるのではないでしょうかこのような理由から著者は大きな贅沢を楽しむよりもほんのちょっとの贅沢を楽しんだ方が暮らしの幸福度は高まるとおっしゃっていますぜひ皆さんも試してみてほしいと思いますそれでは次3つ目の豊かな暮らしに必須の の生活自給スキル10万円が1000万円に食卓に投資することの凄す,すぎるメリットについて解説していきたいと思いますさてこのように著者の提唱する質素な暮らしは質素とはいえ必要最低限のもの以外には全くお金を使わないというわけではありません特に食卓を彩るものについては少しだけ良いものを選ぶと良いと著者はおっしゃいます毎日の食卓を楽しくする道具や環境に お金を使うことは豊かな日常のためであると同時に自分自身にとってのコスパの優れた投資でもあるからですなぜ食卓にお金をかけることが投資になるのでしょうかそれは自宅での食事を彩ることで外食費が浮くためであると著者は言います例えば 素敵なテーブルや食器を揃えるのに10万円かかったとしましょう月13万円で暮らす著者夫婦にとっては10万円というのは結構大きな額ですよね。ですが この10万円がなかったら、日々の食事を楽しむために、外食費が毎月3万円はかかっただろうと著者は言います。つまり、10万円の先行投資をしたおかげで、たった4ヶ月で投資したお金を回収できるという計算になります。この暮らしをさらに30年続ければ、なんと外食費だけで1000万円ものお金が浮くことになります。わずか10万円の投資が。 1000万円になって自分自身に返ってくるわけなんです。しかも その30年が我慢の30年であるかといえば、決してそんなことはありません。自分たちが選んで、大切にしたいと思う素敵な食器に囲まれ、豊かな食生活を楽しむ30年になるんです。さらに言うと、こうすることによって、自炊の回数を増やして、外食の回数を減らしてあげれば、言うまでもありませんが、私たちは圧倒的に健康になれるでしょう。その結果、医療費や介護費といったものを大きく節約する すすることにつながります年を取ってからはやはり医療費や介護費というものが大きなウェイトを占めるようになりますですが毎日自炊をして健康的な肉体を維持していればこういった費用がかさまずに済みますからトータルとしては圧倒的な経済効果が期待できるんです自炊をすることによってお金を節約することもできるさらには健康的になれるもはや 自炊をしない理由はないと言えるでしょう。自炊をするための第一歩として著者のように食卓を彩るテーブルや食器に先行投資してみてはいかがでしょうか それでは次、四つ目の豊かな暮らしに必須の生活自給スキル手作りプレゼントで人も自分もハッピーにについて解説していきたいと思いますさて無駄な生活費を切り詰めていくと人生には自分以外の人のためにお金を使う場面が意外と多いということに気づかされます例えば友達への誕生日プレゼントやバレンタインデーのチョコレートなどなどこれらを全ていちいち買い物で済ませていると結構な額 楽になってしまいまいすとはいえありふれた日々の暮らしの中で誰かに喜んでもらうということは結局は自分自身を幸せな気分にしてくれ暮らしを豊かにすると著者は言いますそのため著者はプレゼントは自分自身の手で作るのが一番良いとおっしゃっております例えば 友人の結婚のお祝いには、結婚式当日の映像をカメラで収め、それを編集して送ってみるというのはどうでしょうかバレンタインデーには、コンビニで買ったギリチョコではなく、手作りのチョコを送ってみてはいかがでしょうかまた、 大切な人が喜んでくれるという結果のみならず、人が喜んでくれる姿を思い浮かべながら何かを作る過程もまた、あなたの生活を豊かにしてくれます。このように、人へのプレゼントはお金のかからない娯楽にだってなるんです。自分の大切な人のためにかけた時間や手間は、自分のためにお金を使うこと以上の豊かさを生んでくれます。自分自身を幸せにするための最も手っ取り早い方法は、お金をかけずに身 身近な人に喜んでもらうことなんです。 それでは次、五つ目の豊かな暮らしに必須の生活自給スキル。家の近所でプチ旅行。日常の中に非日常を見出すコツについて解説していきたいと思います。さて、暮らしに必須の生活自給スキルの最後の一つが日常の中の非日常感であります。非日常といってもお金をかけて旅行したり、高級レストランで食事をする必要はありません。日常にほんのちょっとした工夫を加えるだけで とっておきの非日常感を味わうことができるんです例えば月に一度食卓にキャンドルを灯しワンピースやジャケットを羽織って食事をしてみるというのはどうでしょうか お家で疑似レストラン気分を作り出すことができますまた高い旅館を取って旅行しなくても家の近所で歩いたことのない路地をちょっと入ってみるだけで身近にあるのに気づかなかった小さな非日常に触れることができます日常の中の非日常はお金を使うことで手に入れる非日常のような強い刺激がない代わりにちょっとした優しい刺激で溢れていますリフレッシュのののたための旅行だったはずなのに家に家帰るとむしろ疲れを 感じたなんてことはないでしょうか日常の中の非日常には旅行のような強い刺激はないので本当の意味で私たちはリフレッシュすることができるんです目から見れば地味な暮らしが 自分にとってはむしろ本当の意味で豊かな暮らしだったりするんです。さてさて豊かな暮らしに必須の5つの生活自給スキルを解説してきました。いかがだったでしょうかどれも素敵な方法ばかりだったと思うのでこれいいなぁと思うものから実行していただけるととても嬉しいです。それではこの辺で2元の内容をまとめておきましょう。ポイント1便利で新しい家電が必ずしも生活を豊かにしてくれるわけではない。不便 な中でも工夫することやお気に入りの古い食器で食卓を彩ることなどが本当の意味で暮らしを豊かにすることにつながるポイント2贅沢は相対的なものであり普段の生活が質素であればあるほどちょっとしたことに私たちは大きな喜びを感じることができるお金を払って旅行に行かなくても普段入らないような近所の路地を歩くだけで心躍る非日常体験を得ることができる ポイント3大切な人のために手作りのプレゼントを作ることはお金のかからない最高の娯楽となる自分の大切な人に喜んでもらうことが巡り巡って結局は自分自身の幸せとなるそれでは次3言でやりたくない仕事を辞めて理想の暮らしを実現するための3つの方法について解説していきたいと思いますさてこの動画の一言で本当の意味で豊かに暮らすために大切な要素が3つあると 申しし上げままたが皆さん覚えていすすかそうです1生活自給スキルを磨くこと2お金を貯めること3やりたくない仕事以外で生きていけるようになることこの3つでした。 1>, 1番目の生活自給スキルについては先ほどの2言でそのコツを存分に習得していただきましたではこの動画の最後となる3件では理想の暮らしを実現するために必要な残り2ポイント貯蓄とやりたい仕事で稼ぐ方法について要約していきますこれから紹介する理想の暮らしを実現するための方法は次の3つです1やりたくない仕事に期限を決める 2. お金にならないマインドからお金はいらないマインドへ。3. 少ない稼ぎで貯金するための2つのポイント。この3つです。どれもとても大切なことばかりですから、ぜひ最後まで見ていってください。それでは、1つずつ具体的に取り上げて、わかりやすく解説していきます。まずは1つ目の、理想の暮らしを実現するための方法。やりたくない仕事に期限を定めるについて解説していきます。さて、やりたくない仕事をやめて、好きなことだけして 生きていくのは確かに良いことですが、今すぐにやりたくないことを全部やめられますという人は本当にごくわずかだと思います。そのため、やりたくない仕事をやめるための第一歩として、やりたくない仕事に期限を決めてみてはいかがでしょうか 期限付きで効率よくやりたくない仕事を終わらせることで時間に余裕ができ余った時間で自分がやりたいことをやればいいんです著者はまず3年だけはやりたくないことを我慢してその間にお金を使わずに暮らせるように生活自給スキルを磨きやりたくないこと以外で収入を得られるよう副業に挑戦してみることを提案しておりますこのように3年と期限を決めるところがポイントになります3年という期 を決めることでどうせあと3年でこの人たちとは関わらなくなるわけだしと窮屈な会社組織の中で今までよりもうまく立ち回ることができるようになると著者は言います職場というのは厄介なもので人目を気にして意味もなく残業しなければならないことってありますよねですがあと3年で辞める会社と思えばどうでしょうか最悪嫌われてもいいやと思えて職場でのつまらない人間関係を割り切る ことがでできるるようになるんですもちろん、与えられた仕事をしっかりこなすのは当然です。やるべき仕事はしっかりやり、やる必要のない仕事はやらない。このようにメリハリをつけることが何より大切なんです。もちろん、3年でなくても、副業で稼げる自信があれば1年でもいいですし、3年がちょっと不安に感じるのなら5年と設定しても良いでしょう。いずれにせよ、やりたくないことに期限があることは、間違いなくあなたのメンタルを支えてくれるはずであります。 それでは次二つ目の理想の暮らしを実現するための方法お金にならないマインドからお金はいらないマインドへについて解説していきたいと思いますさてやりたくない仕事を辞めるためにはお金はたくさん稼がなければいけないという固定観念を払拭する必要がありますお金はあればあるだけいいというのはお金に対する不安の裏返しでありますそしてこの不安から逃れられないことがやりたくない仕事と自覚しながら ももそれを延々と続けてしまう原因でであるんですフリーランスや起業を進めるハウツー本などを見るとしばしば会社員を辞めるなら最低でも給料の2倍の収入が必要といった情報を目にしますですが著者はこれは大きな間違いであると指摘しておりますお金を稼ぐ上で考えるべきことはただ一つ収入代なり支出の関係を無理なく成立させることだけです例えば月収100万円を目指したところで 毎月の生活に110万円も使っていたら収入は月100万円でも足りないということになります逆に月10万円で生活できるのならば最低でも10万円稼げば生きていくことができます次15万円の収入があれば貯金をすることだって可能なんですやりたい仕事で 生きていこうと思うときそれを稼げないからという理由で諦めてしまうのはとても残念なことであります逆に言えば収入がそれほど多くなくて良いのであれば選べる仕事の選択肢は格段に増えるんです少ないお金で質素に暮らし必要最低限な稼ぎだけあれば良いこのように考えることで心が深く満たされた本当の意味で豊かな暮らしができるはずでありますそれでは次3つ目の理想 のののの暮らししをを実現すすするるたたためめ方法少ないいいいい稼ぎで貯金をするための2つつポイントにてて解説していきたいと思いますさて、嫌な仕事を辞めて、自分の好きなように生きていくために最も大切なこと、それはやはり貯金であります。お金があれば、やりたいと思ったことに、いつでも挑戦できるようになります。また、お金があれば、やりたくないことから、いつでも逃げることができるでしょう。逆に、お金がなければ、やりたくないことでも、 私たちは耐え忍ぶしかないんです。 お金持ちはお金があるから豊かなのではなくてそういう選択肢をいくつも持っているからこそ豊かだと言えます手持ちのお金を増やす方法は2つしかありません収入を増やすか貯金を増やすかですしかし先ほども述べたとおりですが収入を増やすというのは本書の目的とするところではありません収入を増やすことが目的となるとどうしても嫌な仕事まで引き受けてしまうことになり心から豊かな暮らしをすると という本書の目的には反してしまうからですそのため貯金が重要になるわけですとはいえ自分の好きな仕事をやって最低限稼いでいる状態で果たして満足に貯金ができるのでしょうか 著者は貯金するにあたって最も大切なのは節約と貯金計画の2つであると言いますまず1つ目の節約ですが節約には非常に大きなメリットがありますそのメリットとは再現性と即効性の2つです例えば貯金をしようと思って投資を始めたところで誰もが簡単に稼げるわけではありませんよねまた投資は中長期的にやるものですからすぐにはお金にはなってくれません 一方で節約は誰でも同じ効果が得られ今すぐ効果を実感することができます使っていない部屋の電気を消すというのは子供にだってできることですし翌月の電気代としてすぐに効果を確認することができるんですそして貯金をするにあたってもう一つ大切なのが貯金計画でありますこの貯金計画を立てる上でポイントとなるのは現在の自分ではなく実現したい未来の自分を前提にすること であると著者は述べていますそもそもお金を貯める一番の目的は自分の望む未来を実現することでありますそのため 貯金計画を立てる時には数年後に一時的に収入が減ったとしても自分の望む生き方を叶えられるような計画を立てましょう今の会社に居続けた場合の計画なんてしてはいけません理想の働き方を実現した場合の収入や生活自給スキルによって生活費が抑えられた場合の計画を立てるんですすると目の前には自分の理想が織り込まれた真の貯金計画が姿を表すはずでありますこうして理想 理想的な貯金計画を立てることで自分の望む生き方は十分に現実味のある実現可能な選択肢であったことに気づくでしょう貯金計画は自分の理想とする目的地にたどり着くためのコンパスでもあるんですそれではこの辺で3言の内容をしっかりとまとめておきましょうポイント1自分のやりたいことだけをして生きていくための第一歩としてやりたくない仕事に 期限を定めるることが大事である今すぐに会社を辞めることができなくても3年以内に辞めると決めることで会社の仕事を割り切って自分の時間を作ることができる。 ポイントにお金をたくさん稼がなければいけないという固定観念から脱却することで仕事は最低限生活できるだけの稼ぎがあれば良いことが理解できる収入の高という制限がなくなることで仕事選びの選択肢は大きく広がることになる ポイント3。人生の選択肢を増やすという点で、貯金はとても大切である。嫌な仕事をせず、同時に貯金もするためのコツは、収入を増やすより、先に節約をすること、そして自分の未来の理想像を前提とした貯金計画を立てることである。さて、いかがでしたでしょうか、皆様。冒頭でも申し上げた通り、本書は紙で読まれることを前提に作られています。私の手元にも一冊ありますが、本書の内容である、最低限のコスト でシストでストに暮らすという哲学を具現化したようなシンプルで温かいとても素敵な想定に仕上がっています紙の本の温かみをぜひ皆さんにも体験していただきたいのでこの動画を見て気になった方はぜひ概要欄のリンクから本書を一度手に取ってみてはいかがでしょうかまた何俺さんご自身のブログにも本書に込めた著者自身の思いが公開されていますので興味のある方はぜひ合わせてご覧になってみてください概要欄にリンクを貼っておきます 本日は以上です。この動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。また他にも役立つチャンネルをやっておりますので概要欄のリンクからチェックしてみてください。今画面に出ている最新動画、おすすめ動画もチェックしてみてください。本日はご清聴ありがとうございました。